月サクサクセス5回目の相手は広島カープの秋山翔吾です。昨年シーズン途中に日本球界に復帰し、西武には戻らんだろうなという予想はしてましたけど、まさかの広島カープ。秋山らしいといえば秋山らしいですけどね、決して王道ではないじゃないですか。わざわざそんなチーム今更選ばないよ。まあ一番年数が良かったとか年俸が良かったとかそれなり理由はあるんだろうけど、でもそこは普通選ばないけど選ぶんだよね、秋山ってやつは。そして今シーズン開幕から絶好調で打ちに打ちまくっていて、もしかしたらキャリアハイの記録も残すかもしれない。軒並みね、同世代の選手って衰えていって怪我したりとかもしてるんですけど、その中で秋山は見事ですよ。でもこんな選手でもメジャーでも通用しなかった、壁を感じますよね。吉田正尚とか見ててもそうですけど、これ2022年の成績をもとに査定され作られているので、2023年の今打ちまくってる秋山とはちょっと違う悪い部分も見えますよ。しかし技術は未だ健在で、ミート能力 C の66とあって、それ以外の青徳もあって選球眼までついているので、トータル悪い選手ではないです。もちろんいい選手で、大ペダルで回してもそれなりの数字は残してくるだろうし、場合によっちゃかつてのすごい数字みたいなパターンもあるかも。サクサクセスで選手を作る際の持ち込みアイテム、1枚はミート強化カード、アベレージを残す選手を作らないとダメなので、だからこれを持ち込んで、もう1枚はチヤホヤカードかな、多くの特殊能力を持つ選手を相手にするわけ。僕の選手もそうでありたいということで、この2枚を持ち込んで作っていこうよ。レッツ対決サクサクセス。いきなりステージ1では青パネルいっぱいありますね。打力系のパネルとか、選手に関しては新井新監督じゃない、もちろん合いますね。監督に会うことによってより特殊能力を選手たちが教えてくれるようになるわけですよ。なんと新井監督に出会った、頑張れと激怒をしてもらったって、あんたが頑張れ、すごい苦しいことになってますからね。大丈夫ですか、新井監督が病んでいく、老けていく、そういう姿見たくないですよ、好きな選手ですから。だから好きな選手が監督になると見てる側としても辛いですよね。やっぱいっぱい叩かれますから。僕は広島カープファンじゃないんで、別にカープが勝とうが負けようがどうでもいいんですけど、好きだった選手がああやってなんか色々とすでに言われているところを見るっていうのは、やっぱ心に来るものがあります。だからなってほしくないです。好きな選手には監督になれない方がいいですよ。特になんでこの時期の監督受けたんだろうね。まあ逆にすごいけどね、そこが新井さんらしいなとも思うけども、絶対受けない方が良かったです完全に暗黒時代ですから。またいずれ黄金時代が来るのかもしれないですけど、今じゃないし、すぐでもないんでね。おお、キャラクターワイワイステージ、あーこれが発生するならチヤホヤカードいらなかったかもな。で、新井監督が会ってるその流れもあるから、選手が次から次へと特殊能力を教えて、あれ意外にもくれなかった、どうしようか。ちょっと一回シャックル踏んで回復したいっす。ステージ1から体力使いすぎた。弾道パネルもあるんで、まずはそれを踏んで、でも弾道4必要な対決じゃない。もちろんパワーあって秋山が打てなかった本塁打、俺が打つのもいいんですけどもね、体力下がっちゃって、もうできること何もなくないっすか。選手に会って、もうせめてそれだけ終わりましょう。ローボールヒッターがついて、でもこれゴール向かわないともうダメですよね。向かいましょう、全力で。またカード、ヒーリングカード。あ、よかった。道中で回復することはできないの？できないの？できなかったね。一個もできなかったね。で、体力も能力もない中、ステージ3を迎えることになりますね。始まりからグダグダで、終わりもグダグダで終わりそうな、そんな感じと空気に包まれている俺がいるけれど。このステージも、まずは宝箱やおにぎりパネル回復だね。体力がないので、特化パネル踏んだんで全部型能力に変わりましたが、この際しゃあないでしょうね。宝箱の中身は、ミート超人伝、OK、ミート強化カード持ち込んでるんでね、そこ上げていかないと。で、たったの4しか回復しないっていうね、マジで大きく回復するイベントがないですね。青追加もいろいろと踏める体力もないし、カレンが近くにいる、選手は近くにいるけどカレンはそこ、いや、どの道も何もできないから次行くよね。ガス欠なんです。ずっと苦しいんです。助けてほしいです。すごい回復しないとどうあがいてもいい選手になれるわけがない。始まりの能力から何の変化もないっていうね。俺ここまで何してきた、何もしてないんでしょうかね。だからこんな能力になっちゃってる。いや、ほんとまず回復といきたいんですけど、シャックルパネル踏まないとダメなので、でヒーリングカード持ってる以上それも働いて回復っていうことしていきたいのに。うわ、また遠くに行った。宝箱近くにあるんだけど、待てよ、普通に考えたらまずこれゴール行けなくない？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 こちら側からはいけないし、こっちからは 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 どの道回復しないとダメなんですね。この場合は一回シャックル踏んで、回復パネルがありますから近くに来てくれることを願って、あっちに出ちゃったね。あっちに出ちゃったら困るんだけど、とりあえず宝箱取って、肩力超人伝、肩この際いらないかな。この流れでおにぎりパネルを組みに行かないとダメなので、組みに行きますね。でも足りるかな。 1,2,3,4,5、 あ、ギリギリいけるんですね。邪魔さえ入らなければ。で、そこでどれだけ回復するかなんですけど、カレンはすぐそこで回復。あっと、ヤケマ1号の登場。どの道会えないわ、遠すぎる道だな。関係のないとこで関係のないことやめて。
ここでの回復量次第ではここで物語が終わることになるか、いっそのこと終わった方がいいと思える。10回復した、延命した。うわ、なんだろうな、わざと失敗するな、このシリーズやってはいけないこと。でもなんかここはね、失敗してよかったと思う気持ちありますね。このままゴールに向かって、まあ、近辺に青パネルがあるので、それは踏んで、ヤケマンに会いに行くことはできないね。そこはもう諦めましょう。うわ、もうヒーリングカードも全然働かへんし、何よこれ。メジャー時代の秋山を再現して今作ってます。守備もダメだったし、打撃もダメだったし、走塁もダメだった。それを再現して作ってるのであれば、うまくできてると言えるよ。弾道は無駄に高いけど。いやいや、でもそんなつもり一切ないんですよ。日本球界に復帰した秋山翔吾を勝とうとしてるんですけど、最後にそういう選手になることはできるのか。まずは選手にそこにあって、もうこの際何くれてもいいから、はい、なんかちょうだい。はい、青が赤になる。こういうゲームなんですよね、これって。あ、終わった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 。チームカラーの赤に合わせてきてこうなっちゃった。何ができると言うんでしょうか。このステージで体力は7回復して、この赤を青に変えるというイベントを起こせるのであれば逆転がありますけども、それがないのであれば終わりますよね。とりあえずそれを信じて一回ここでハテナパネル踏んで、無地が輝き出して、そこに何か追加された。え、それでも青がないっていうね。なんでお前そこにも青追加されへんで、全部赤。ひたすらチームカラーに合わせてきてますよね。こう、高パネル踏んでも何の意味はないですよ。だって青がないんだから。もう一回ハテナ踏むしかないですね。はい、能力下がります、下がります。で、基本的な能力、肩と守備能力は入れ替わった。この際どうでもいいですね、そこの部分は。宝箱の中身は、肩力超人で、いや、下がった部分を上げなくてもいい。D の51にしなくてもいい。それならせめてミート能力を上げてくれたらまだワンチャンあったんですけどね。そのワンチャンもないのか。テンションもどん底、そらそうだよね。こんなやる気にもなるよね。だって周りは赤だらけ。何ができるんでしょうかね。汚いですよ、この世界は。この世界で呼吸したくないです。一回シャッフルパネルを組んでみて、近くにハテナが来るのであれば、それを踏もうと思ってるんですけど、一応一個来ましたね。じゃあこれ踏んで、また赤踏んで能力下がるが、体力いい気分なわけないでしょ、この状況。で、何がいい気分なんだよ。精神的に壊れてるやん。メジャー挑戦失敗して精神的にぶっ壊れて帰ってきた日本人メジャーリーガー、過去にも言いましたけど、お前もそうなんか。最近わりかしいいこと尽くしでいい選手作れてた、その流れもあったから今回もって思ってたんですけども、反転しましたね。いいことの後には必ず悪いことがあって、悪い回で悪い選手が出来上がりましたとさ。メジャー時代の秋山翔吾の能力だったらこれでも対決になるし、なんならいい勝負になるかもしれない。どっちもひどいですけどね。ひどいもの同士を比べて、おこっちの方がいいんじゃね、こっちの方がいいんじゃねっていう比較はできた。でもこの能力だと比較対象になってない。この動画の楽しみっていうのは、秋山が日本球界にアジャストして今季結果を残せるのか、2023年どういう数字を残してくるのか、もうそこを見るだけの動画ですよ。この選手と秋山翔吾対決にならないんだから、注目してくれんなよ。そういう見方はやめなさいや。オートペナントで回す際はリアルなカープの開幕戦オーダーを再現し、秋山は打順3番の中堅手で使われていたので、この起用法で1年回すことになりますし、僕の選手もということで、今回先に作った選手から回していきます。雑にいきましょう。あんなやつが残す成績何も気にならないからさ。先行選手1年のシーズン開幕。シーズンが終了し、どうせひどい数字を残してることは分かってる。すぐさま確認オープン。打率から、まあそうなるわな、2割5分5厘。正直これでもよう打ってきた方やで。この投稿打点の中、周り見てみー。マクブルームが2割2分1厘打ってたら、ノマが1割9分、デイビッドさん1割がブルグリーンだって。能力もないけど、いやでもここまで落ちる時代なんです。そんな中2割5分5厘打ったお前は胸を張っていいですよ。3割を打てるような能力じゃないからね、これで十分です。もうひどいことは分かってるんだから、もうひどい部分を見つめて、ひどいって言うんじゃなくて、頑張った部分を褒めましょう。564打数の144安打、二塁打11本で本塁打、まあこういう数字だよね、たったの2本、塁打数161塁打、打点55打点と、なんか意外に多いってわけでもない。3番起用であれば当然か。得点圏2割6分8厘、164の機会があってのこれだから、やっぱ少ないよ。得点50得点、三振106個、フォアボール49個で、デッドボール4つ犠打5、儀比1、併殺4個で、盗塁は0個の、一度も走ってないですね。出塁率に関しては3割1分9厘、長打率2割8分5厘、 OPS は6割0分4、 RC273.43 でフィニッシュ。守備も確認していきましょう。センターを守る選手ですから守備も重要。年間失策が2個で守備率9割9分、捕殺2の、視察193で、守備機会197。指標的に良くもなく悪くもなくって感じかな。能力はこれなんで、もっと失策の数が増えるかなと思ったら、意外にも補給能力の割にエラーはそこまでしていない。まあだからといって特別いい
って感じでもないし、でもようやったよ、能力に対してようやった選手です、よくやった30前半のおっさんですけど、頭撫でてやろう、ようやったお前。何にも期待してなかった、なんかその期待してないハードルの上はくぐっていってくれたからね、それは喜んでいいんじゃないでしょうかね。ベストナイン選ばれてなく、ゴールデングラブ名前はないですね。同じチームメイトの野間が受賞してますわ。そして個人タイトルにも当然名前はなく、まあでもそれは当たり前、取れなくてもいいんです、ようやった。セリーグ野手ランキングをちょいと確認していくと、この世界の首位打者3割4分3厘大手佐野、うわ村上を3割3分5厘打ってるんで、これも十分首位打者取れますよ。だって他見てください、3割打ってるやつ誰もいねえから。唯一の3割台が村上の3割3分5と佐野の3割4分3厘と、まあなかなか見ることのない珍しい、だからこの2人の傑出度がえぐい。秋山はこの2人がいる中首位打者を取ることができるのか、こんな数字でもようやったって言える選手ですよ。能力に対してよう打ってきたわ。もっと悲惨なものを見ると思ってたので、心構えとしてもそういう気持ちだったんですけど、意外にそういうものがなかったんでちょっと驚き。でも繰り返し言いますけど、こんな数字なので対決にはもちろんなりませんから、まあ、こいつのシーズンはこれで終了。それよりも秋山がどういう数字を残すかだろ。改めて能力の確認をしていきますが、強いんだけどやっぱ赤徳が目立つというか、盗塁 F エラー併殺っていうのが、それがゆえに足を引っ張って広島カープが、まあ別に秋山が引っ張ろうが引っ張る前が関係ないんですけどね、もう自力がなく弱いですよ。そんな中で唯一光り輝く秋山翔吾を見られたら今回は幸せと言えるし、まあそういう選手と対決したつもり。残念ながらメジャー挑戦は失敗に終わっちゃって、時を経てこうやってカープにいますけどね。もっと個人的にメジャーでできる選手だとは思ってたんですけどね、イチロー並みとは言わないけど青木並みにはできるだろうと、まあそういう声もありましたよね。実際蓋を開けてみたら青木に投稿を呼ばず、なんならシーズン通して一度もホームラン打つことはできず、マイケンなんてメジャー初安打初ホームランですから、秋山は2年間いて1本も打てていない、悲しいよね。今年挑戦した吉田正尚もなんかそれに続いてって感じで、ほんと大谷以外の野手は軒並み全滅傾向にある。鈴木誠也に関しても秋山ほどではないけど大成功とも言えないしね、日本人野手の評価が下がりまくっているが、まあその話は一旦置いといてね、こうやって秋山が今ここにいてカープにいて、そしてどんな数字を残すのか注目はそこなので、これから回して見ていきましょう。高校選手のシーズン開幕。高校選手秋山翔吾の1年のシーズンが終了しました。果たしてどのような打撃成績を残したのか、日本球界2年目アジャストし、メジャーではあれでしたけども、日本球界ってなってきたらまた話は別ですよ。打率からかなり高く残してるはずなので、その打率の部分を見ていくと、オープン2割8分3厘か、西川の3割2分がすでに上にあるので、できればこのような打率を残す秋山を見たかったが、今の秋山ではこれが限界かもなく不可もなくですよね。能力通りといえば能力通り、僕の選手は能力以上のパフォーマンスをしてきたような気がするんだけど、秋山は見たまんまでしかない。143試合フル出場で2割8分3厘の559打数の158安打、まあこの時点で当然首位打者最多安打ともにないですね。2塁打26本で3塁打1本で本塁打11本、まあ能力通りでしかないですよね。こんなものは塁打数219塁打、打点71打点で得点圏打率2割6分2厘の172打数の45安打、機械に対しての打点数が多いとは言えない。もっと長打が打てる選手であれば100打点もいけそうだけど、そんな選手では決してないからさ。そんな選手だったらメジャーで活躍してホームランは1本は必ず打っていたでしょ。得点70得点三振121個で、三振率がかつて日本球界にいた時よりもだいぶ増加してます。当てることに長けていた選手ですけど、その技術は失われつつあるのか、フォアボールに関してはチームトップの70個を選んでいる。デッドボールが3つ、ギダ0、ギヒ2、併殺が5つ、盗塁も5つだが成功率7割下回っての6割2分5、連続安打8試合、連続出塁20試合、連続無安打が25打席、あわや1人ノーヒットノーランいきそうになってましたね。猛打賞が8回、対左に対して2割7分8厘対右2割8分5厘と、まあ均等にまんべんなく打ててますけど、だから別にって感じだよね。出塁率3割6分4厘、長打率3割9分2厘、 OPS7 割5分6厘、 RC27.5.51 と、昨年残したような数字をこの世界でも残してきた。だってそれを元に査定され作られてるんだよ。じゃあそういう数字になるのは当然な話であって、だからだよね、面白みがないんで。こんな選手に注目する意味はない。それはみんな大谷翔平を見たいと思いますよ。こんな選手を見るよりかはね、翔平の方ばっかみんな見てるでしょって秋山言ってましたけど、それは見るでしょ。こんな面白みないじゃないですか。誰が面白いと思うね。守備率9割9分2で年間失策2個、捕殺は1個で失策261、守備機会264個。ゴールデングラブ取った取らないっていうのはアウトを奪った数で決まるので、守備機会が多く、これはセリーグ全体で見ていくと外野手ではトップという
ことじゃないかな。うわー、近本が上にいるわ。ほんで塩見、桑原、全体4番目か。年間表彰式で確認といきましょう。まあこんな数字なんで取ったところであまり箔がつくわけでもないけどな。ベストナインからウォーカー、近本、オースティンで選ばれることはなく、ゴールデングラバーやはり近本、桑原、野間なんですね。てっきり塩見かと思ったんですけど、そこは受賞はなく、ただ秋山の名前も当然なく、個人タイトルに関しても秋山の名前があるわけがない。かつてはパリーグ側で首位打者とかさ、最多安打とかいろいろと受賞してた選手ですよ。それは2018年くらいまでの話。時を経て2023年カープにいる秋山の名前がここにあっていいわけないんですよね。時代はいつだって進み続けている。秋山がタイトルを取る世界こそ一番悲しい話や。両者のオートペナントはこれで終了し、勝ち負けに関しては一目瞭然でしょう。見たまんまですよ。どっちが上か下かはっきり出てる。このオフに契約が切れるという仮定の話をするのであれば、片や契約がないおっさん、片や契約はあってまだプロ野球で戦えるおっさん、それだけの差が両者の間にはあって、まあもちろん秋山もねめちゃくちゃいい数字ってわけではないけども、戦力とは言えますけど、ただもしかしたらこういう世界戦の秋山もいたかもしれないね。僕の選手のような数字を残す秋山、やっぱり夢だったメジャー挑戦が失敗に終わって、そしてその流れで日本球界復帰した選手って大概やっぱ数字残さないケースが多いですよ。ダメになってきたものもプロ野球ファンとしていっぱい見てきたわけなので、だからダメになった世界戦が僕の選手ですよね。もう片方の方はメジャー挑戦は失敗に終わったけど、心折れずにプロ野球で活躍しアジャストし、なんなら来年もっといい数字になるかもしれない、そんな可能性を残してる秋山翔吾、その違いがあるので、今回の対決の勝者はもちろんですが、来期があるおっさんと来期がないおっさん、比較して来期のないおっさんの勝ちってなるわけもなく、来期があるおっさんが勝つのは普通で、その来期あるおっさんは今期どのような数字を残してくれるのか、シーズン開幕から打ちまくっている。それがゆえにパワプロ次のアップデートで劇的に能力が伸びそうな感じもしてるんだよ。かつてパワプロ収録されてた時は今よりももっともっと強く、オートペナントマスも毎回首位打者最多安打、場合によっちゃ記録も更新してくるくらいの能力でしたからね。そんな秋山がセリーグにいたら面白いなとは思う。今回戦ったのはまだアップデ前の初期能力の秋山で、これからいろいろと変化していって、そして強くなっていくのであれば、また次の機会に対決ということもあるかもしれません。まあ、作った選手が今回はしょぼすぎて全く面白くなかったですが、もしも次があるのであればいい選手を作っていい対決をしていく、その予定、興味があればまた見てくださいな。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。